自転車は静ヶ岳を越えて一路湖北の西岸を走ります。しばらくは琵琶湖沿いを走ります。景色を楽しみながら行きましょう。地図の A の左下の小さな半島のようなところをぐるりと回っているところです。今のうちに体力を蓄えておきましょう。半島を回ってからちょっと車の多い一般道に入ります。田んぼの中の道を抜けると再び一般道です。これから試練の坂道がしばらく続きます。かすかにトンネルが見えてきました。坂道はそこまでです。頑張れ。トンネル内の歩道はすごく広く、安心して走ることができます。このようなトンネル用に琵琶市ではライトが必須です。トンネルの中を走っている間に申し上げておきたいのですが、 GoPro のメモリーは残り少ないです。シリーズでお送りしてきた琵琶市が途中で動画なしになってしまいます。そのため高島を過ぎたあたりで動画は終わります。誠に申し訳ございません。当の本人はあと100キロ走れば終わりだという気持ちばかりで、 GoPro のメモリーのことは頭にもありません。しかもこの後15分という長時間にわたり無駄に撮影をしてしまうという失態も犯していたのです。おまけに高島あたりから雨がぽつりぽつりと降り始めます。最初は暑さしのぎに良いなぁと思っていたら、浜大津に着く頃にはだいぶ強く雨が降ってきました。
JR の長原駅が見えましたので寄ってみました。滋賀県の田園風景はとても癒されるものがあります。ご視聴ありがとうございました。